中村忠氏は、日本の政治家。衆議院議員、岩手県知事を務めた。身長180センチ、体重80キロと大柄だった。1912年、岩手県志和町で生まれる。岩手県農学校、産業組合学校を卒業後、産業組合職員などを経て1938年に、岩手県職員となる。 岩手県副知事や岩手銀行専務を経て、1976年の第34回衆議院議員総選挙で、岩手県第1区から出馬し当選。2年3ヶ月の大義士生活の後、1979年に岩手県知事となって3期12年間を務めた。鈴木善光を政治の死と仰ぎ、知事在任中は、三陸鉄道を鉄道としては、全国で、 初の第三セクターにしている。なお、1983年の岩手県知事選挙の際、リクルートが岩手県と共に経営していた第三セクター、安ン総合開発の役員から、講演会が現金約30万円を受け取っていたことが、リクルート事件の際に問題となり、1989年3月6日の県議会の答弁でこれを認めた。 高齢であることなどから4000を目指さず引退。1992年4月29日、君に当局日、重光明を受賞。1996年8月3日、心不全のため83歳で逝去した。ありがとうございます。